山菜うど。うど。そう、うどの天ぷらをいただきました。ね、美味しかった。そうなんです、恐縮です。お腹が空いてつい欲しそうな目をしました私が、すいません。はい、そしておうどんをお接待で分けていただいて、本当お店がね閉まってたんですけど、はい、いつか大人になって食べに行きたい。草餅が本当に美味しかったです。本当に美味しかったです。はい、口の中でとろけました、はい、もうあの2人の目からハートが出ました。出ました、ね、涙じゃなくて、はい、波平食品さんありがとうございました。本当抜ける？もう夕方だから。6時半です、うん、やっと大須の館に到着しました。長かったね。とっても長かったです。もうねすっごい長かったんですけど、ここ一組限定です。そうなんです。すごいです。さっきね、この近くのお店さんでお魚だったり、はい、お食事の材料、ね、買わせていただいたり、一部お接待で分けていただいて、これからご飯を炊いて、はい、夕食です。途中でうどんも分けていただきました。しっかり食べて頑張ろう。マリナちゃん、今日いっぱい泣いたりへこんだりいろいろあったけど、どうだった？なんか、うん、すごくメンタルが弱くなっちゃって、うん、後先が不安になっちゃって感情がこもってしまったんですけど、うん、まあでもなんかその分涙拭いて、うん、ちょっと頑張ってよかったかなと思って、うん、まあ雨の試練とかもいろいろあったんで、うんうん、頑張れてよかった、ね、よくて、でも最後にこの素敵な、うん、そうだね、館さんに、館さんそうだね、そして投資打ちの人って本当にすごいなって思ったね。そうですね。そうだね。さあ、じゃあ夕食食べてゆっくり休もうか。はい、ね、ありがとうございました。今日もお疲れ様。丸めて詰める。そして全部詰まったらこのようにぐるぐるぐるとくるみます。こうして雨の日のお遍路さんは靴を翌日までに乾かすのです。こちらの方は、大瀬出身の、大江健三郎さんですね。では部屋に行きたいと思います。こちらの大瀬の館は1日1組限定ということで、まさかのミラクルで泊まれてとても嬉しいです。元は小学校だったっていう作りがあんまり感じられないですよね。私たちはこの部屋に泊まりました。二人部屋です。はい、ございます。藤田よしこです。マリナちゃんとお遍路、今回は区切りの峠連続ということで3日目でございます。1日目が三坂峠、そして2日目が八丁坂、そして、3日目が、日和田峠、下坂峠を通って大瀬の館。長かったですね。30運キロということだったんですけれども、いやー初めてです。女の子で30何キロ歩いたのは。でクタクタだと思います。マリナちゃん、マリナちゃんクタクタですか？はい、足が足がという声が入っています。はい、ここから内子の町まで行きます。体力がある男の子だと大須の町まで行って豊橋を見たりとかいうことも、この先もまた30キロ、投資打ちの人は本当にすごいですよね、ということができるんですが、ちょっと今回は女の子休憩を入れたいと思います。
そうですね、3日目じゃなくてもう4日目なんだ。そうです、はい。というわけで内子の町に向かっていきたいと思います。はい、ご覧のように大瀬の館とっても広いところでした。1日1組限定ということで大変贅沢に泊まらせていただきまして、朝からというか昨日の夜からですね、マリナちゃんが寝てからこういそいそとおにぎり作りをしまして、焼きおにぎりを8個持ってます。今日ぎっちり持ってるねもう絶対にお腹が空いてバテるということがないという作り道であります。さあ行きましょうか。ちょっと明かり消してこうね。はい、行ってきます。雨上がりあったかいね。そうですね、うん、空気も美味しい、うん、大阪でさんとか大阪でさんのおじさんとも朝から挨拶できました、うん、こちらにも小屋があるんですね、うん、こちら自治センターです。大瀬の館を管理していらっしゃる自治センターですね、はい。次に進みたいと思います。あそこで会ってたっていうのは、あの橋で、あそうだね、うん、いやあの崖崩れはすごいよね、すごいですね、思いっきり体とかね、すごいです、うん、